Tak ketinggalan.
こんにちは。お昼のお時間から、お呼び立てしてしまい、申し訳ございません。ありがとうございます。私、小野雅子と申します。今見ていただいたように、そんなに、まあ今のはまあまあ激しい方のインド舞踊、インド古典舞踊、オディシーダンスの下脱というまあ演目なんですけれども、見ていただいている方には、その体のこう疲れ加減が分かっていただけないことが多くって、あんだけなのになんでハーハーしてんのってよく言われるんですけれども、実際皆さんにやっていただくと分かるんですが、結構肉体を酷使するインド古典舞踊オディシーダンスでございます。今なので、すいません、ちょっとハーハーしてるの、ご配慮じゃない、すいません、ちょっと日本語が、勘弁していただければと思います。ご勘弁いただければ幸いでございます。なので、今ご覧になってた、そのご覧になってくださった黙写という演目は、普通ですとインド古典舞踊オディシーダンスのパフォーマンスの一番最後に演じられる演目でして、ちょっと最後のちょっといろんな兼ね合いで一番先にというか先にやってしまったんですけれども、この演目では踊り手と、そしてご覧になっていただいている皆様と、そしてまあその宇宙が、宇宙の波動を一体にするという、まあそういう演目でもあります。はい。でですね、その今のような、まあ、演目、まあ、黙写という演目なんですけれども、これはインド古典舞踊を大きく2つに部類分けすると、純粋舞踊の方に入ります。で、純粋舞踊の他にもう一個、その物語を語るという、もう一個の分類がありまして、まあ、分けるとですね、そうなります。で、そこでは神話で恋物語ですとか、あるいは神様 の、 その例えばシバ神という神様がインドにはいるんですけど、いらっしゃるんですけれども、そのインドの神様、いろんな神様のを、例えばその見た目というか、その髪型がこうね、例えばシバ神だったらドレッドがかかっていてとか、蛇と一緒にいつも遊んでいてとか、まあそのような描写、あるいは恋物語などを表現するという、まあ、2つの分野に分かれてまして、でもう一つ、もう一演目、今日ご覧になっていただきたいと思っているんですけれども、これはですね、その春の踊りという踊りでして、で普段その純粋舞踊、そしてその、まあ、演劇というか、まあ、そのストーリーを語るストーリーテリングの、まあ、分野と大きく分かれてるんですけれども、今回次にお見せしようと思っているのは春の踊りと言いまして、それではその中に、まあ、そのストーリーというか、まあ、春の風情をこう喜ぶそのストーリーテリング的な部分と、その後半はですね、ずっともう純粋舞踊で、まあ、特に何を言ってるわけでもなく、その音楽とリズムと、あとそのダンサー の、 踊り手の、体の動きを楽しむという要素が、まあ、2つ一緒になっている珍しい演目でして、でちょっと今マイクを片手に、説明するのは難しいんですけれども、最初の部分のその春の情景を歌っているところが、どういう動きによって何を表現されているのかっていうのをちょっとだけ分かっていただけると、よりなんか、あれねって分かるかなと思って、ちょっと片手ですがやります。最初の部分だけ、春になりました、クジャクは羽を広げ、
そのクジャクは春の中を歩きます。クリシュナ神は髪の毛を縛って、そこにクジャクの羽を、飾り、春になるとつぼみは開き、そして鳥は歌う。木の幹からは新芽が出て、それをとっても小さく柔らかい。女たちは春の中に恋を探しに、そして恋のキューピッド、まあインドではカーマデーバさんと呼ばれている、まあ愛の神様で、まあ愛の矢を打たれに、春なんで恋をしたいんですね、女性たちは。まあ男性もいらっしゃると思います。そして矢に打たれ、至福に浸り、そして優雅な象さんのような足取りで、あの古典、あの昔はその象さんのようにゆったりと優雅に歩く女性っていうのは美の象徴だったんですね。その美の、象徴はその時代時代でとても移ろいゆくものであるらしく、その頃やっぱりふくよかっていうことは、まあ、食べるものがいっぱいあって豊かな生活をされている女性人ということで、まあ、象さんのように女性たちは恋に浸り、春の中を歩きます。春になりました。さあ歌って、ちょっとすいません、片手で音楽を奏でましょう、まあ、そういう僧侶の部分が最初に来て、まあ、こんなふうに語りませんが、そのダンスの中では。でその後にその純粋舞踊といって、その音楽とそのリズムと動きを楽しむという部分で、構成されております。ちょっと踊ってみます。ワサントパッラヴィです。Bye.
本日は皆様ご来場くださりありがとうございます。本日の MC を、務めさせていただきます井本由紀と申します。ここからトークショーに入りますが、今準備をしている間に少し私井本と、こちらのボーダーライン東京を企画された小山菜乃子さん、とで、少しお話を、させていただければと思います。小山さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。ボーダーライン東京実行委員会の小山菜乃子と申します。今お話ししています会場、ここ東京池袋にあります東京芸術劇場シアターイーストになります。この度東京都のプロジェクト東京東京フェスティバルの一環として、私たちは本来ですとここで大勢のお客様の前で、そしてたくさんのダンサー、世界からお招きしたアーティスト、そしてプロジェクションマッピングやファッションショーなど本当に見応えのあるステージボーダーライン東京をお届けする予定でした。しかしご承知のように新型コロナウイルスの影響を受け、やむなく予定して公演の開催を断念いたしました。コロナが収束しインドからアーティストを招聘できるようになるまで本番の公演はちょっと今のタイミングでは時期がわからないんですけれども、
今回こうして会場の東京芸術劇場様のご好意を受けまして、開催予定日であった本日、こうしてプレビューショーを交えたトークショーを収録し、まあ、無観客ではありますけれども、こうして関係者の皆様にもお越しいただきお届けすることができることになりました。東京芸術劇場の皆様、そして関係スタッフの皆様、そしてクラウドファンディングなど様々な形で応援してくださっているファンの皆様、協賛企業の皆様、この度は本当にありがとうございます。では、トークショーの方に移らせていただきますが、まずは、本日の MC をお願いしております井本さんの方のご紹介をさせていただきたいと思います。井本さんは、私とも同じようにオディシャ州に本当に10年も通っていらっしゃるんですけれども、慶応義塾大学で文化人類学の教授として、ご活躍されている。そんな中でオディシーダンスやオディシャを、いろいろと好きになっていらっしゃるんですよね。はい、井本さんはもともとは、どうしてオディシャの方に行かれるようになったんですか？もともとは2012年だったと思うんですけれども、世界教育人類学会という学会がありまして、その開催地がたまたまその年はオディシャ州だったために、その時初めてインドに行くことになりました。なので初めてのインドが、オディシャだったんですね。でそこで運命的な小野雅子さんとの出会いがありまして、その後ほぼ2年に1回は通うことになりました。はい、そうでしたよね。はい、小野さんは、まあ、皆さんもありがとうございます。インドの方に拠点を置いて25年間オディシーダンスを学ばれてきました。そんな中でオディシャビエンナーレというパフォーマンスのフェスティバルでしょうかね。はい、それが先ほど井本さんもおっしゃっていた2年に1回開催されて、世界中からアーティストがいらっしゃる会ですよね。はい、いや本当に素晴らしい、フェスティバルなんですね、このオディシャビエンナーレというのが。ダンスだけではなく、その伝統工芸のワークショップや、私も時々、ワークショップで参加させていただきたりな、いただいたりなど、本当に、いろんな方が世界中から集まって、オディシャ州で、芸術を盛り上げていこうという活動ですね。はい、そんなオディシャビエンナーレも主催されている小野雅子さんが、今回なぜこのような東京でボーダーライン東京という公演を行おうということになったかと申しますと、もうオディシーダンスは本当に先ほどもご覧になっていただいたように、本当に動く彫刻と言われ、本当に世界でも美しいとされるダンスの一つなんですけれども、本当に25年やった中でもう本当にこう習得されて、次パフォーマーとしてどんなステージが、このできるんだろうかということをここ数年また模索されていた中で、いよいよ東京で新しい企画をプロジェクトを立ち上げたというのがボーダーラインプロジェクトになっております。このボーダーラインプロジェクトは小山さんが、メインの企画者となって作り上げてきていらっしゃると思うんですけれども、どのようなプロジェクトなんでしょうか？はい、今メインというふうにありましたけれども小野雅子さんと一緒に、はい、もうですね、小野さんあり、あとは井本さんも一緒に、はい、なったんですけれども、ずっと小野さんとどんなテーマで次やっぱり社会の中でこうダンサーパフォーマンスアートの世界っていうのがあったらいいんだろうっていうのを本当にずっと話し合ってというか、いろんなことをしてきた中で、多様性ですとか、本当に国と国を超えて分野も超えてジャンルも超えて、もうそんなことよりももっとつながるためにアートっていうのは本当に大事なんじゃないかということで、小野さんの方で次やるんであればオディシーダンスをもちろん活かしながら他のアーティストとコラボして自分にしかできない、また出会ったからこそ
出来上がった、公演というのをやってみたいということで、この回企画が立ち上がりました。ボーダーラインというのは、まあ、ご存知のように境界線で、境界線を越えていく越えていかない、ボーダーレスというふうに、まあ、言われてますけれども、境界線を越えない方がいいもの、越えた方がいいもの、それを意識する中でどんなことができて、どんなことを思いやってできるかっていうのを、パフォーマンスというか講演とかプロジェクトの中に取り入れていこうと思ったのが今回の内容になっております。今日この後のトークショーでも、まあ、いろんな視点からその境界線ということについて考えていければと思っています。はい、本日は素晴らしいゲストをお招きしております。ちょっと待ってください、ごめんなさいね。はい、雅子さんはインドの伝統舞踊を追求するダンサーですよね。はい、ですが次今お呼びしている方は、この方は日本が誇る伝統芸能能の世界で伝統を継承する傍ら、学校教育やさらにジャズなどの異分野とのコラボレーションも積極的に参加されているという、とても意欲的な表現者の方でいらっしゃいます。ではお呼びしたいと思います。宝生流能楽師佐野昇さんをお呼びしたいと思います。お入りください。はい、では井本さんと雅子さん、お席の方に、はい、佐野さんもよろしくお願いします。佐野昇さん、本日はお越しいただきましてありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めてご紹介いたします。能楽師の佐野昇先生です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。このように日本の伝統芸能である能に取り組んで、来られた佐野さんと、インド古典芸能であるオディッシーダンスを踊って来られた小野雅子さん、このお二方がこうして同じステージに、ね、いらっしゃるっていうことは、とても珍しいことであると思いますし、本当に素晴らしいことだと感じています。一体どういうきっかけで今回お二人が、お知り合いになられて、こうやってコラボレーションすることになったんでしょうか。その辺まずは、はい、小野さんに、伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。ですね、もともと、まあ、シーン、この今回の、まあ、公演の、プランされていた、まあ、第2部だったと思うんですけれども、まあ、その部分にですね、コンテンポラリーダンサーをお迎えして、コンテンポラリーダンサーさんを探していたという経緯があります。でその中で今回 このボーダーライン・イン・東京のプロジェクトは、そのこの公演だけがプロジェクトではなくて、もう今年の、まあ、1月ぐらいからずっといろんな方と対談したり、まあ、セッションしたりワークショップをしたりっていう、まあ、そういうプロジェクトでして、でその中で私が大学生の時にヒップホップダンスを習っていたサムさんっていう巨匠さんがいらっしゃいまして、でサムさんに対談をお願いしたら、本当に快く受けていただいて、でその中でですね、サムさんは、まあ、ヒップホップハウスとか、まあ、いろんなことをされている素晴らしいダンスの、ね、巨匠さんなんですけれども、僕は最近そのお能を習っているとおっしゃっていて、でそれもしかもそのサムさんのご先祖様に武士の方がいらっしゃって、それとこう自分の習おうと思っていたその師匠さんとかそういう流派がマッチングして、まあ、さらに興味を持って、で佐野先生 の佐野師匠のことを伺って、いまして、これはもしかしたらその宇宙が能コンテンポラリーダンサーではなく能っていうものを取り入れてみたらっていう、こう、ね、こう、うん、
お告げって何ですかね、あのおぼし召しじゃなくて、まあ、そういうなんかご提示があったのかなと思いまして、で小山さんと相談した、まあ、小山さんもいやもしかしたら雅子さんみたいなノーなんじゃないんでしょうかみたいな、まあ、そういう話になりまして、であのお調べしたら本当に素晴らしいあの師匠さんがいらっしゃるということを、まあ、いろいろ調べまして、そしてあのサム巨匠にお願いしまして、ぜひおつなぎくださいませとお願いしたところ、これまたあの心よく快諾していただいて、あのご紹介いただいたという流れです。はい、本当にこうご縁というかいろんなあのつながりの中でこうね、巡り合わせの中でということですね。はい、はい、あの佐野さんは今回あのインド舞踊家とは、初めてのコラボレーションになるんでしょうか。オディシーダンスは今まで、ご覧になったことなどはありましたか。いや本当正直なところきちっと見たことは今までなかったです。で今回の話も今小野さんの説明にありましたように、まあ、サムさん、まあ、たまたま私対談をする仕事があって、その後にいや実はテレビの番組で自分の先祖をこう調べていく番組の時に自分の先祖に能の役者がいたんですよなんていう話になって、それから間もなく稽古をしたいっていう話になって、それで今サムさん自身も稽古が見えてるんですけれども、でそんな中で、実は紹介したい人がいるっていうところで小野さんだったんですね。それで私それから勉強しました、いろいろオディシーダンス、そうなんです、どういうものなのなんていうのを映像を調べたりしまして、そんな出会いが今日に至ってます。ボーダーラインプロジェクトの目的の一つは、さまざまなアートの間にあるボーダーを超えて新しい価値を発見することです。この日インドで古典舞踊を極めてきた小野さんは佐野さんの稽古場にお邪魔して、生まれて初めて能を体験しました。同じ古典舞踊とはいえ何から何まで異なる二つの舞踊の出会い、この小さな出会いから誰もまだ見たことのない全く新しい表現が生まれるかもしれません。で実際今日小野雅子さんの踊りを見られて、どう感じられましたか。身体表現という部分では本当に共通するところがあるんですけれども、はい、まあ、正直私あんな動けないですからねいやあの終わってすぐにお話しされてたのを見て、いやかなりきついんじゃないかななんて思いました。ただその先ほどのボーダーラインの話にも通じることかもしれないんですけど、私たち舞台上でやる表現の仕方の中でこうしなさいっていうことを学ぶ前にですね、こうしちゃいけないっていうことを先に教えられるんですね。でそうすると、じゃあオディシーダンスの中で僕らじゃやっちゃいけない所作を当然することがあるんですね。でもそうするとだからいけないとかだから違うじゃなくて、あこういう表現ができるんだなっていう、本当に違うジャンルの人たちと一緒にやるときにそういう新しい発見があることを非常に私自身も興味深く楽しく思ってます。今日見られて動きの中でじゃあそういう発見が具体的な、あこれは何ではしちゃいけない動きっていうのがあったんですか。要するにしちゃいけないって、私たちの中じゃそういうことは逆にそういう使い方を、体の使い方をすると NG になってしまうようなことがですね、当然それは逆もあると思うんですよ、はい、ですけれども共通しているのは何か祈りとか願いとか、うん、その伝えたいメッセージっていうのはどっちにもある。結局人の心だけじゃなくて最後はもう願う祈るしかないっていうようなところですね、そういうメッセージは共通するものがあると思いますね。小野さんいかがですか、それを聞いて佐野師匠に見ていただくとは想像しておりませんでして、このような機会を本当に皆様ありがとうございますっていうのがまず一つと、そうですね、私佐野師匠のところに
2、3回お邪魔しまして、その能のことを教えていただいた、あの最近教えていただいておりまして、その今まではですね、まあ、私もその年齢的に今までっていうか、まあ若い時というのか、やっぱり目に見えてクールな動きとか、こう動きたいっていうか、っていう目に見える動きで、こうなんか私これできるもんみたいな、まあ、感じのやっぱり習いたかったし、ただその佐野先生とその一緒にっていうか、すいません、あの佐野師匠に教えていただいて、お話ししていただいている時に、なんかその目に見えないもののお話をされていることがすごく多くて、で改めてこう私浅はかだったみたいな、こうなんていうのごめんなさいみたいな、と同時に本当に学ぶものっていうか、もう目に見えないものにこう導かれて絵の、まあ、表現、うん、がやっぱりそのやってる、あのなんていうのかな、重みになるのかなっていうところがありまして、あのその導きがないまま、目に見えないものが見えないまま、自分も見えないまま、こう点々やってるのそれはいいんですよ、あの健康、あのなんつうの、あの酸化、あ何酸素運動じゃなくてね、あのダイエット、美肌効果とかそれあのすごく素晴らしいんですけれども、その皆様にお見せする、そして一緒にわざわざかん、あのね、あの劇場、ま、やあるいは、ま、お呼び立てして見に来ていただくっていう時の、うん、時にこう動くところには、その目に見えないものの、そのインスピレーションがやっぱりあるのとないのとではちょっと違ってくるのかなっていう、まあ、今ちょっとまだそこまでしか消化できてないんですが、あのそのぐらい、その佐野先生、佐野師匠とにお話しいただいているその時間がもう貴重すぎて、本当にもうなんかもう、でその佐野師匠がおっしゃられることは、特にまあ目に見えないものはねっていうことじゃなくて、矢野では、その例えばその、ね、着物、お着物一つの柄にしても、獅子と蝶とボタンがあるのは、それはこういうお話があってねって、まあ、そんな感じなんですけれども、もうガンガン響いてきて、そういうところから学ぶものがもうなんかこう壮大すぎるぐらい今感動していて、でこの間、すいません長いですよね、大丈夫ですか、すいません、でこの間、それすいませんごめんなさい、あのその土の時代から風の時代って言った時に、その風の時代っていうのは目に見えないものの時代なのかなと思って、それにちょっと自分ではそう思ってしまって、最近その佐野師匠とあの接触というか、あの、ね、あの一緒に過ごすさせていただく時間が数時間あったので、ということは能って今一番イケてんじゃんってこう気づいてしまってでも多分そういう時代なんだろうなと思って、ものすごくこれから熱いアート、うん、芸能、すいません、はい、伝統だと本当に思っています、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、あのもっとお話を伺いたいところですが、ここで進みたいと思います、実はもうお一方、本日、ゲストが、お越しくださいます。で、まあ、あのお越しくださるといっても、その方はこの会場にいらっしゃるのではなくて、本日はあのインターネット回線を通じまして、ニューヨークから、ニューヨーク在住のダンサーの橋本真奈さんとトークをさせていただきたいと思います。橋本真奈さん、よろしくお願いいたします。あ、はい、よろしくお願いいたします。そちらは今、午前1時と聞きましたが、あのそんなお時間に申し訳ありません。今日はどうもありがとうございます。
こちらこそ皆様にお招きいただいて本当に感謝です。ちょっと実況中継なんですが、先ほどから小野さんがインド舞踊をご披露していただいている時から音を通して踊りを体験させていただいていたんですが、今はですね、こちらニューヨークで実はすごい雷雨でしたそれでその雷鳴の轟きとですね、インド舞踊のこう音と本当にその、大地の轟きのような音が一緒にこう重なって、こちらでこうなんて言うんでしょう、時空を超えたコラボレーションのような感じで何かそちらとこちらでこうつながっているような感覚を受けておりながら拝聴させていただいておりました。ありがとうございます。なんかもう本当すでに美しいコラボレーションが今起こったようなすごく感動が、私の中で起こっております。ここで一旦橋本真奈さんのご紹介をもう少しさせていただきたいと思います。橋本真奈さんは1993年に単身渡米され、ボストンで音楽を学ばれた後、98年にはマーサ・グラハム現代舞踊学校で学ばれました。しかし原因不明の視神経萎縮によって視力を完全に失ってしまいます。それでも橋本さんはダンスへの情熱を失うことなく、むしろ全盲のダンサーとして意欲的な活動を続けておられます。真奈さん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。それではもしよろしければ橋本真奈さんの方からもう少し今ご活動など補足のことあれば、お話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ですね、今井本さんがご紹介してくださいましたように、私は1990年代初頭より渡米いたしまして、現在ニューヨークに在住しております。私は幼少の頃からですね、バレエを始めまして、それが踊りとの出会いでした。そして渡米後ですね、モダンダンス、それからコンテンポラリーダンスという自分で今までずっとその伝統的なバレエしか見たりとか学んでこなかった自分なんですけれども、初めてそういった新しいダンスの、スタイルに出会うことができました。でその当時はボストンにおりまして、そのコンテンポラリーダンス、モダンダンスというものに触れた時に、なんかもっと多種多様なこうダンスを学びたいと、ニューヨークに移りまして、そしてマーサ・グラハムスクールに通いました。でそこでですね、踊りを1年ほど習っていた頃、視神経の萎縮によって全盲となりまして、以来盲人となった私はなぜ踊りたいのか、そうですね、例えばその、私がその目が見えている時も踊りたかった、そういう気持ちがふつふつとありました。でそして目が見えなくなった私も同じように踊りということに対して同じ気持ちを抱いておりまして、またですね、よくその一つの感覚や何かが失った時に踊りをやめるというふうには私の頭の構造がどうしても結びつかなくて、私は踊るんだという気持ちでおりまして、そしてまたこう見えなくなった自分が今ある中で、そうした自分が踊るっていうのは一体どういう意味が自分自身と、それからそうですね、私を取り巻くこの、世界ですねにどんなこう意味があるんだろうということなどを考えながら
創作ダンスでのパフォーマンス、また視覚を使わない、踊りのワークショップを各区で行いまして、現在では視覚障害者の踊りの、公演での、アクセサビリティなどを発展させたり普及させたりなどいった活動もしております。またですね、例えばこちらで、踊りの活動を続けていくときにですね、やはり今障害者支援というムーブメントがとても大きく波が揺れて、また揺れ始めて、あるムーブメントとなってきておりますが、やはりですね、アーティストとして障害者が自立するというところまでは、こちら、米国でも、たくさんそのグラントとか出てきましたけれども、私がその始めた頃はまだまだ初めの頃で、なんとかこの障害者が自立した一人のアーティストとして舞台に公演したり、ワークショップをしたり、そういうことがとても社会的に大事なのではないかという思いに、駆られまして、その、自分の、なんて言うんでしょう、発祥、その、自分がそう思い始めた気持ちをずっと、保ちつつ活動を続けております。で今回はですね、こうして共演させていただく機会をいただきましたが、残念なことに実は少し以前から体調を崩しておりまして、自分が舞台に立つということを一時ちょっとお休みさせていただいている時期だったんです。しかしながらですね、今回本当に小野さんや小山さんを通してたくさんこう励ましていただいて、ボーダーラインでの作品の中での演出と、それから視覚障害者の方々へ出演をお願いしておりますので、そうした方々へ踊りのワークショップを通して振り付けをさせていただく機会を得ることができておりますので、本当にこの巡り合いに、心から光栄に思い感謝しております。ありがとうございます。橋本さんのご活動はまさにこのボーダーラインの、理念ともすごく、ね、親和性のある、もののように、感じましたが、小野さんいかがでしょうか。そうですね、マナさんとは何度かズームなどでお話ししたりしておりまして、本当にこう繊細で、そして勤勉で、本当にお写真も拝見しておりますが、本当に美しく、なんてこう私って鈍感なのかしらってこういう、まあ、気づきをいっぱいいただいているアーティストの方で、とてもこう対照的というか、私は鈍感だしこう、ね、繊細ではないので、というところで開き直って相性いいなと思っていてとても楽しい、こうトークとかでこう意外なこう提案をしてくださるんですね。はい、まあ、ちょっとそれは多分後で、はい、また出てくると思いますが、本当にありがとうございます、マナさん。まあ今回はその小野雅子さん、佐野昇さん、そして橋本マナさん、この3方がここに、集まっておられまして、この3方で第2章の、場面をこれから、作っていかれると思うんですね。なので、ここから少しこのボーダーライン東京の第2章の作品自体についてお話を伺えればと思います。この第2章の内容について、橋本さん少しご説明いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、先ほど小山さんもご説明されてたかと思うんですけれども、台本を今回初めにこういただいて、こうイメージのを膨らますきっかけに、させていただいております。そしてですね、その台本の中で第2章は大きく分けて2つの章の間に存在していると思います。で、第1章はですね、生命に満ち溢れていた地球が何らかの理由もしくは作用によって欲望が肥大して暗黒のもやにこう包まれてきます。また第3章では光、それから祝祭、誕生といったモチーフが台本の中で描かれておりまして、第2章はその暗黒に包まれていた地球が光の地球へと姿を変えていく、でそしてその間に存在する夜明けへと向かっていく狭間の体験を、地球にもともと存在していた大樹ですね、大木というんでしょうか、大樹と、どこからともなくやってきた白い鳥をモチーフにして舞台が展開していくというシーンになっております。で、この、大樹、もともとその存在していた、大樹というのが今回佐野さんの役としてお願いしており、この白いどこからともなく、歩行してきた、鳥、白い鳥が小野さんという役になっております。ありがとうございます。で、その橋本さんが全体の、コレオグラフ演出をされるということですね。はい、で、小野さんは鳥の、役になるのでしょうか。そうですね、佐野首相が木、はい、木で、私が鳥なんですけれども、そこでそのマナさんの、ご提案で、もちろん私は女性で、師匠が木で男性というか、まあね、そうなのかなと思ったら、いや違うと、私の鳥さんの方が女性ではなくて男性で、佐野師匠が、まあ、女性性っていうんですかね、はい、を表現するっていう、まあ、ご提案がありまして、また男かいと思って私も、すいません、私男みたいな性格ってよく言われていて、やっぱりなと思っておりました。はい、いや、はい、それはすごく楽しみなんですけれども、もしよければ少しだけダイジェスト版を今ご披露いただけないでしょうか。ここで私です、はい、師匠まあ、ストーリー的にはですね、まあ、ストーリーというか、まあ、イメージしているのは、その大樹、大きな木がちょっとですね、そのインドの本当に超のつく今著名な詩人のタゴールさんという方がいらっしゃって、その詩をちょっとイメージ作りのために、小山さんの方からいただいてまして、でそれがそのまるで大樹、その木がその鳥に、君は歌声を忘れたのかいと、音信、君が歌を歌わないとこう連絡が取れないではないかと、こう言われている詩で、まあ、それをちょっとじゃあ表現するのかなっていうところなんですね、はい、というところでまあ その詩に、詩をインスピレーション、あ、詩によるそのインスピレーションで、ちょっとじゃあ鳥役なので、まあ男性役、うん、でやっぱりその女性である木は待っていると、うん、でその木さんがその詩が言ってるのは、女神様に与えられたその歌という音信のための歌、鳥の歌を、なぜ君は、あなたは歌ってくださらないのって、こう木さんがその鳥に言っているっていうところでですね、はい、でちょっと動いてみる前に、でそこでやっぱり私が感じたのは、やっぱりその歌、私自身がその
歌うの大好きなんですが、カラオケとかもねずっと25年ぐらい、まあ、インド拠点だったので行ってないし、その本当に下手くそなんですけれども、ちょうどたまたまその詩を小山さんにも見せてもらった時に、これ私のことだと思ったのは、そのすごく今歌いたい欲望がですね最近出てきまして、これから歌を習いおうかなと思ってる時にその詩を見たもので、でも歌った時やっぱり恥ずかしいなっていうのと、まあ、そういう気持ちがあるので、最初はだからちょっと恥ずかしいのかなと思って、まあでも木に言われたので、まあちょっと歌ってみるかというところから、歌ってるうちにもう全然自分でこう気持ちよくなっちゃうのかなっていうところを今っていうか、その詩を見た時に想像したので、それをちょっとインド舞踊的に表現してみるのでしたら、ちょっとできるかなと思いますが、よろしいでしょうか。すいません、ちょっと前置きが長くなりましたが、はい、ちょっとやってみます。先ほど の古典の DC ダンスとはまた全く違う、雰囲気と動きで、どちらも本当に心に響きます。コンテンポラリーでありながら、この仕草っていうんですか、はこのオディッシーの要素が入っているっていうことでしょうか。今のはそうですね、コンテンポラリーダンスとかではなく、まあ、インド舞踊を即興でちょっと思いつくままに、すいません、失礼いたしました。いや、すいません、コンテンポリーダンスとかではなくて、コンテンポリーというよりは、まあそうですね、まあ、伝統舞踊の動きをですね、私いろいろまあ、ヒップホップもやっておりましたし、いろんなダンスを経ているので、まあ、ちょっとこれ
が伝統舞踊ですとは言えない動きになりますが、あのインド舞踊のオディッシュダンス の要素をすごくに忠実に今表現してみました、はい、じゃ現代の音楽に古典インド舞踊を乗せたっていうのはそんな感じですね、はい、すごいですね、はい、あでこのこれがやっぱりあの歌を表こう右手でこうひらひらってされていましたが、そうなんです。これが、まあ、あの口から出る音を見つめてとか、うん、でこういうのはその音色とかその歌声が美しいみたいなのを、ねはい、やったり、はい、で最初にこうやるのはですよ、これ 木なんですね。木の幹があって、これ今木自体になったんですが、うん、こういうムドラとかも、まあ、これはあの木の表現をするときにトリパターカって言うんですけども、はい、それでちゃんとやって、はい、ちょっとあのミダカが鳴ってみたいな、そのあの木の締めは柔らかくみたいな、そんな中でちょっと歌ってくださいって言われて、でちょっとこれ恥ずかしいっていう時に使う、まあ、ジェスチャーとかを入れて、でもだんだんちょっと大胆に自信を持って歌えるような、うん、あの経過をちょっと表現したつもりなんですけれど、はい、ありがとうございます、あの小野政子さんはこのように鳥を演じられて、まあ、その中に木の要素も入って、いましたけれども、佐野さんは、この第2幕第2章では木を演じられるんですけれども、それはまあどのようなキーという存在なのでしょうか。ちょっとここについて橋本さんとそして佐野さんに伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。ですね、まずあの台本をあの作品に関する台本をいただいた際に、その基本となるあの物語の中にですね、こういうあの、一節があのございました。その中にひときわ大きな大樹があった。うねった枝を大空に伸ばし、どっしりと佇む大樹の姿が、こういうふうにあの書かれてあったんですね。ですから私の中ではあのこのシーンの、時間はですね、それがですね、まだこう夜明けにまでいかない夜明けの前兆のような、あのまた地球にこう存在するですね、さまざまなこう生命や命があの少しずつ目覚めつつある、でもあのまだ眠っているといったような、あのなんというか、あ何かと何かのその狭間のようなあの時刻じゃないだろうかということを、想像していまして、でその時間の空気の中にあのこの大樹が、佇んでいる、というイメージがあります。そうした中ですね、この、大樹はですね、私の中ではあのなんて言うんでしょう、結構こう経験を積んでいる、大きいですからね、こううねってこう枝葉を伸ばしているので、あの何かこういろいろな地球の、様子をこう見てきたような存在であり、その、目覚めのこうがこうふうってどこからかこうやってくるような、あのそうした、感覚をですね、他のこう生命よりも何かこの一早く、目覚めに気がついて、そしてあの向かっていくというようなこうエネルギーを感じています。ですのであの年齢としてではですね、あのあまり若すぎず、でもあの老いすぎずといったような、あのこうとても熟していて、そして力強くて、そして存在、根を張って存在しているという感じをあのイメージしています。あの脳の表について、あの佐野先生に少しご説明していただきました。で、あの私が本当に恥ずかしいんですけれども、あのお脳というあの芸術の、フォームに対してあの本当に無知でして、その時にですね、お脳のこう
中では、男女をあの結構こう区別して役柄をこう作られるということにあの気がついたんですね。でそこであの男性の面ですか、それとも女性の面ですかというのをあの佐野先生に、聞かれた際に、あのやはりこう大地である木、それに対してあのこうまるでですね、こう胞子のように、どこからかこうやってくる白い鳥のイメージと対比させるためにあの女性の表をお願いしますというふうにあの今回はお願いさせていただきまして、あの現在に至るという感じです。橋本さん、ご説明ありがとうございます。はい、佐野さん、いかがでしょうか。あの実際に、木を演じられるということで、まず能において木を演じる役っていうのはあるんでしょうか。またこのその表ということについても、あの私自身もあの能にあまり詳しくないんですけれども、あのもう少し教えていただけましたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あの能の舞台の場面ではですね、本当にいろんな役を演じるんですね。であのもちろん男の役もあれば女性の役もある、若い役もあれば年配の役もある。でまた草木の性の話もあれば動物の性になる役もある、幽霊になったり化け物になったりっていう実在しない何かの形になるっていうことも当然あるんですね。でいろんな役を演じるときに能の最低限の約束として、実は人間に向かって、まあ、人間に向かってっていうのは舞台上の中だけじゃなくて見てるお客さんにもこうメッセージを送ってるわけ で会話が成り立つっていう想定にする最大限のルールとして、まあ、人間の顔になってまあ出てくるんですね。でそういう時に例えば植物草木の精の役の時に、まあ、簡単に言うと男か女か年寄りか若いかっていうところの区別をしてそれぞれの草木の性の役を決めてます。で例えば桜の性、よくこんな質問すると、え、桜は若いんじゃないんですかって言うと、いやいや木肌をよく見てくださいなんて言うと、あ、これやっぱ年寄りですかねって、おばあさんですかって、いや桜はおじいさんなんですね。で柳の木もおじいさん、柿椿若い女性、場所中年の女性っていうふうに、なんとなくその当時の作者が、まあこれ今の人も、ああなるほどな、イメージすることは同じだと思うんですけれども、そうやって何かしら人の顔になって出てきます。それでそれは今橋本さんのお話にもあったように、そういうふうに見なきゃいけないっていうことじゃないんですね。例えば小野さんの鳥の役も、これちっちゃい鳥ですか大きな鳥ですかって言っても、例えばちっちゃい鳥だけど羽を大きく広げてますみたいな表現が出るような、まあ、脳の中にはそういう言葉の使い方って多いんですけれども、大きな鳥だけども何かすごくこじんまりとしているような表現になったりとか、で例えば男だけども、いや時にそれは女性じゃないかって見える場面があったり、女性の役で出てるのに男じゃないかって、これはもう若い年寄りっていう話も同じなんですね。ただ一つのまずは何かの形になって、でもそうじゃなきゃいけないっていうことじゃないんですね。それこそ、まあ、のボーダーレスの話じゃないですけど、私たちの表現の中では実は自由なんだけど、最低限その最初はどういうところからスタートするかっていうのは決まってるんですね。それで今回まあ女性っていうところから始まったんで、僕は女性じゃいけないっていうんじゃなくて、通常よくある脳の手法だったらこれなんかもう少しどっしりした感じっていうなら男性なのかな、年配なのかなと思ってたんですけれど、じゃあ女性っていうんだとしたらこういう顔ですかね、こういう役ですかねっていうのが、その橋本さんとのオンラインでの話し合いでしてきたことです。あ、こうやってこうね、あのなんですかね、演目が作られていく過程っていうのを聞けるのは本当に貴重だなって、感じています。で今佐野さんに、おのおのの考え方について少し、教わりましたが、この表という言葉が結構出てきているんですけれども、
ちょっと表っていうのは何なのかもちょっと私あまりよくわからないんですけれども、はい、表というのは何なんでしょうか。よくね能面って言いますけど、私たちあんまり能面って言い方しないで、まあ、表面って書いて表、はい、能面のことですね。で素顔で出る役も下面って言いまして、直に面って書いて下面って言って、で私たち素顔で出る役も当然あるんですけれども、顔でまあ表情を作っちゃいけないっていう演技方法なんですね。で、まあ、面をで今日もいくつか持ってきてますし、まあ、この中で今後その木のキャラクターを決めていかなきゃいけないんですけれども、ちょっとじゃあ実際に皆さんにも見て、まあ、これは本当に若い女性の顔です。これはうちの保証流の普段の演出ではもう大概若い女性って出るときにはこの表を主役で使うんですね。でこれがいわゆる表、こっち裏なんですけど、これ笑うとこなんですこれは表で、こっち裏、大丈夫ですか、ついてきてますかねで裏をよく見ると本当ちょっとしか穴の開いてる場所がない。要するに目の穴と鼻の穴、口の穴は開いてるんですけど、本当にこう目のところから丸が一つ見えるような、そのぐらいしか視界はないんですね。でよく見てください、この目の穴の形は四角なんですね。聴覚、嗅覚、視覚っていうまあオチなんですけどいやでも本当に四角なんですね。まあ、これをこう少し上に向ける、照らせるとか曇らせるとかって本当にそれだけで表情を表していく。まあ、この若い女性に対してですね、まあ、こちら普段脳の演出の中ではこう幽霊になって出てくる女性が使う表なんですけれども、まあ当然女性なんですが、それほどの年齢じゃないと思います。ですけれども、なんか恨めしいっていうことよりも、なんかいろいろなこともきちっと経験してきた中の悲しさ、恨み、楽しいこと、希望、な実はいろんなことが分かってるような顔じゃないかなと私は思ってます。で同じ、まあ、若い女性の表にしても、これまたさっきのとはちょっと違うんですね。で私以前の打ち合わせで小野さんが私みたいな子いないって言ったんで連れてきたのがこの、はい、嬉しい若いやつでしたよ、まあ、っていうように本当に能面、いわゆる表はですね、目や口が動くものじゃないですから、脳の舞台で使ってるものは。ただそれをこう本当にちょっとうつむくようにするとか、ちょっと上向くようにするとかっていうところで本当にちっちゃな動きで表現するんですね。ですけれども、先ほど言いましたように、あくまでもこういう顔で出てきてても、何かそこからもっと見る方たちにはそこから見えないものまでも本当は見ていただけたらな、まあ、そういう演じ方をしてます。いや本番が楽しみになりますねこういう話を聞くと、はい、今はってこのように、まあ、どういう役になるのかっていう、ね、ディスカッションを重ねてらっしゃると思うんですけれども、今のところこの表っていうとは決まってないんですね。それともこの中のどれかになるんでしょうか。そうですね、これ橋本さん、はい、橋本さん、はい、この間も表のことでいろいろみんなで
論議してましたけども。あ、そうですよね。佐野先生にいろいろご説明いただいたりして見せていただいて、また小野さん のインスピレーションというか、あ、これだこれだっていう表があったりして、でその中で私が少し興味が湧いていたのが霊女という、今そちらにございますか、佐野さん。霊女という役の表がすごく味わいがあって、すごく興味があったんですけれども、こちらのですね、英語でよく Let's put everything on the table っていう言い方があるんですね。すべてのものをテーブルの上に置いて、それでそこからちょっと観察したり検討してみようかということで、その打ち合わせの時にですね、そのことをお話しして、もし大変でなかったりご迷惑でなければ、今日少し、表を選択肢をお持ちいただいて、それを、舞台の上でどういうふうに入るのかとか、近くで表を見た印象と、また舞台の上で見て距離がある中で見た印象って何かこう表情とかすごく違って見えるんじゃないかなという思いが与えられておりましたので、今日本日は無理を言ってそのことを、打ち合わせの中で、お願いしたという経緯にあります。では霊女になるかもしれないし、でもまだこれからのお楽しみということですね。そうですね、はい。最後にですね、このボーダーラインというテーマに戻りたいと思います。今までもその男なのか女なのか、でも時には両方男性性女性性が現れるのかとか、そういうボーダーラインの話をずっとしてきていると思うんですけれども、改めてそのボーダーラインという、キーワードを通して、少し皆さんのご意見を伺いたいと、いろいろな、お考えを伺いたいと思っています。私たちがですね、本当にこう小さい時からこの脳の稽古を受けていく中でもずっと言われてくることがありまして、まず黙ってやれって、俺の言う通りやれって、しまいにはもう自分の本当に親たちからも俺が死ななきゃ分かんないってこう言われながらですね、でとにかく言った通りやれっていうことはやらされてくるんですね。である時に同じことばっかりじゃつまんないかなって、自分ができそうかなと思ってやることについて、お前まだ早いだ生意気だって言われて、また言われた通りやっていくんですね。でそのうちにいつまで同じことやってんだと、もう一回よく考えろって言われて、あ、じゃあ今度自分のやれるようなことをやっていいかなと思うと、またそこで咎められるんですね。でもまたしばらくするとお前の思った通りやっていいっていう言葉を聞いて、間もなく親は死んでいくっていうような、そういう伝承の仕方なんですね。で要するに私が思うボーダーラインっていうのは、本当にしちゃいけないことは何かっていうことを私たちその稽古の中でも教わってくるんですけれども、これじゃなきゃいけないっていうボーダーラインじゃなくて、相手のことを思うとか周りのことを考えながら、必ずこれ以上はしちゃいけないことっていうのは、まともにものを考えられる人間ならこれは気がつくはずだと思うんですね。だけどその中でいろんな経験値、いろいろな知識がない中で浅はかな考えになることも当然あるんですけれども、でもそれがその時期その時期でだんだん変わっていくことも当然変わらないと思います、構わないと思いますし、ただボーダーラインがなくなってしまうことがいいかというとそうじゃないんだと思うんですね。ですけどそれはひょっとすると何か努力によって変えられることであるとか、時に超えようとしないと変えられないこととか、逆に言うとこれ以上は絶対超えちゃいけないというものがあるから守っていける、保っていける、私たちで言うと続けていきつつも革新させなきゃいけないんですね。で伝統と革新って同じことをずっとやってると、さっきの稽古の話じゃないですけど、
先に進まないで滅びてしまうんですね。でそうすると今の時代にとか今生きてる自分があってどうしたらいいのかなって常に考えなきゃいけないんですけど、その考える最低限必要なものは一番しちゃいけないことは何かなっていうことを考えていくと実は先が広がるんですね。で私が思うボーダーラインっていうのはなんかそういうような、実は動かしちゃいけないものじゃなくて動かせるし動かすべき場面も当然あるし、だけどもその線がなくなってしまうことがいいかっていうとそうじゃないものであったり、でもそれが時にそういう努力を何かする必要性もあるものなのかな、そんなような気がします。ありがとうございます。じゃあその常にそこを意識していらっしゃるっていうことです。自分で常にその分別というか、これは守りたいとか守るべきっていう、そこのボーダーは意識されているっていうことですか。当然そうなんです、うん、ですけれどもその私たち先ほど言いましたように一番幼稚な時期子供の時に教わる稽古の仕方っていうのはすごくおかしいことはもう絶対するなっていうふうに舞台上の中でも怒られてくるわけですよね、うん、そうするとそれどういうことかというと、まずはこの先進んでも大失敗はしないぞっていうところから先に教わるんですよ。これをすれば正解だぞ、お前褒められるぞっていうことはそういう教え方じゃないんですね。それと先ほどの橋本さんの話でちょっと私も思ったんですけど、こう見えるもの見えないものとかっていう時に、まあ、利権の権っていう言葉がありまして、私たちまあ舞台上の教えの中に、まあ、簡単に言うと自分の背中が お客さん側に向いてる時に今どういうふうに見えてるか意識しろよっていう、まあ、簡単に言えばそういうことなんですけれども、もう少し詳しくその言葉を解いていくと目前信号って言いまして、目で見えるとこは自分の目でちゃんと確かめろよ、じゃあ背中は後ろは目を持てっていうんじゃなくて背中には心を持てっていう言葉なんですね。要するにそういう意識を持つことによって当然変えられるし、その意識がなかったらどんなに前だけ見てたってボロは出るぞっていう、まあ、そんなような教えなんです。ですから見える見えないっていうのは見えないから実は見えるものがあるとか、見えないから見せなきゃいけないとか、何かそういうところにも実はつながっていくことかな、そう思ってます。ありがとうございます。橋本さん、今の佐野さんの言葉を受けていかがでしょうか。ボーダーラインについてのお考え、少し伺いましたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。本当に、佐野さんの、その見えないもの、場所からこう触れていこうとしたり、見えていない、見えているところで見えてないものがこうゾーンがあったりなどというお話は本当に興味深く拝聴させていただきました。私にとっての境界線ということで少し私が見えなくなった経緯についてお話ししたいと思います。ですね、20代の後半頃だったんですが、6ヶ月ぐらいかけて、徐々にこう視力がどんどんこう失っていくという体験をいたしました。で医者に行っても原因が不明だと、治療法がわからないと、そういうとても、不安定なですね、誰がこう明日何が起こるかっていうのを告げてくれない、とても、不安定な状況で、日々を過ごしていました。それでそういった中で自分でもこう希望をこう持ちたいとか思うんですけれども、なんて言うんでしょう、光を見たいって思っても現実にこう昨日こう見えていた色や形が、今日は見えなくなっていると。でその時に大事にしていたすごく鮮やかな色の、キルトがあるんですけれども、キルトのクッションがあったんですけれども、そのクッションをこう見ながら、朝起きて見ながら、あ今日はこの色が消えてるなとか、ここにこれがあったはずなんだけど、なんか忘れちゃってるなとか、そうして、徐々に形や光や、色がこう
なくなっていくというあの体験の中で、考えたのが、あ、なんかこう人がこう失っていく時っていう、その大事な人だったりとか肉体の一部だったりとか、そういう状態っていうのがあの本当に、不安で、またあの恐怖を、生み出す状態なんだなということを、学びました。そしてあのどうなっていくかこう分からない日が続いて、ある朝はって起きて、ああなんか見えなくなっちゃったんだってあの思いました。でその時にですね、今度見えなくなってみると、あなんかもう失うものはもうあの何もないじゃないかというあの切り替えがあのやってきて、あの実はすごくですね、なんか自由というかあの解放感にある意味、浸れたということがすごくなんか印象的に、覚えております。でそうした中で、あの本当にたくさん の, あの、友人が、支えてくれました。で、まずですね、自立をしなければあのいけないということで、杖をつく練習をして、であのそういうあの過程もですね、とてもとてもあの私はあの楽しんで、受けておりました。例えばあの杖を使ってこう歩くとですね、見てた時にはこうなんかこう見過ごしてたんだけれども、あの杖でこう杖を左右に振ってこう地面をあの歩いていると、その杖があのいろんなあの小さな、なんて言うんでしょう、こう段差みたいなとか石ころみたいなのとか、あの全部感じてピックアップしてくれて、そうしたなんかこう振動が手に伝わってきて、あなんだ今まで見てた道ってこういうふうになってたんだとか、あのいろいろな発見があったものですから、あの何かこう私の中で、この変化があのすごく楽しいあの時間でも あのあったんですね。でそうしたあの開放感、またはあの踊ってる時にいつもこう鏡やあの何かで自分を見てなくてはいけないっていうプレッシャーからあの解放された、瞬間でもありました。私がこう考えてたのはですね、あの私自身はあのそんなにこう変わってないんですね。ただこう見えないということで、私を見る社会の目があの変化したかなっていうのはあの一つありました。でそういった中であの、境界線の話に戻らせていただきたいと思うんですが、あの私から見ますとですね、例えば障害という言葉があります。障害者という立場の方々がおられます。でもあの私にとってはですね、何かこう全ての人が あのある意味こういろいろなあの障害を持って生まれてくるのではないかというふうにあの感じています。それは何かこう少し不完全であるけれども、その不完全さを持ったあの形がすごくあの完全であり、その不完全という意味で の, その障害がさまざまあるかと思うんです。見える障害、見えない障害、社会的な障害、あの心の障害、肉体の障害、あのそういったあのそれから社会に順応していくときにすごく難しいと感じている障害で、そういう、なんて言うんでしょう、そうしたものを抱えて、人々は生きてあのいるのではないかなというふうに思った中で、あ今その障害者、障害という、もしそこにこうネガティブな、あのなんて言うんでしょう、ニュアンスがあるとしたら、あの私はそれはあの社会があの生み出している、ものではないかと思います。差別ですね、障害に対する差別、それからあの少し違ったということに対する偏見ですね、そうした社会があのもしかしたらその障害やあの障害者という存在を生み出しているのではないか、そういうふうに捉えたときに、私自身はあのそういった、境界線があるようでないような、その社会のバリアですね、障壁に対して、
よりその今障害者と、社会で呼ばれている方々たちが、またその立場やあの、人生がよりベターなものになれないかなという思いをいつも隣に置いて、歩んでいこうというふうに、考えております。で今回の、ごめんなさい、ちょっと長くなっておりますけれども、この、境界線ということが、じゃあ今回の踊りを作るという舞台というのにどういうふうに関わりがいがあるか、それから問題提起がどこにあるのかということですけれども、その境界線ということで、私が演出の中でこれから少し楽しみにして見せていただきたいなと思っているのが、先ほど佐野さんが非常にゆっくりと動かれるということをおっしゃってましたけれども、例えばですね、その佐野さんがすごく早く動いたらですねどうなるんだろうなとか、あと小野さんを少しずつこう知っていく中で、踊りに対する思いであるとか考え方とか、その考える、過程のパターンが人それぞれにあるのではないかと思うんですね。ですので、その小野さんが踊りを消化していく、プロセスの中でのパターンを少し変えてみたらどういうふうになるんだろうなというのを、そういった境界線をお二人に無理がない程度に一緒にこう考えて作品を作れたらいいなというふうに考えております。まずその橋本さんの話を受けて、そして今の、小野雅子さんの話も聞いていてですね、その橋本さんがおっしゃっていたその不完全なところとか自分の傷とか弱い部分があってこそのその完全さというか美しさが生まれるっていうことだったと思うんですけれども、よく私はそれをバルネラビリティという言葉を使いますけれども、その二方のそのあり方からそういう美しさというか、その表現者であるゆえこう常に向き合っていらっしゃるものっていうのに感銘を受けています。で、ボーダーライン in 東京もこのように本当にそのいろんな経験をされてきた、方々が集まって、その多様性をこう受け入れられる、すごくこうなんていうか優しい、味わいのあるプロジェクトだと思います。でそういうプロジェクトをこれから、皆さんと一緒に、こう応援して、その一部になっていけたらなと思っています。はい、そろそろ、終わりになるんですけれども、この1年半は、その新型コロナウイルスの世界的な蔓延によって、いろいろと私たちもボーダーについて、考える、きっかけとなったと思うんですね。で、例えばその分断が今まで以上に、こう極まって、際立ってきているところがあると思います。でも一方で、今回のように、コロナ以前だったらもしかしたら出会うことのなかった人たちがこうやって出会って新しい、創造的な活動をしたり、そのニューヨークと日本がつながったり、すごくアートにとっては厳しい状況でもあるけれども新しいものに向かう、こう次の段階へ向かう変容の時期でもあるんじゃないかなというふうに感じました。まさにそのボーダーを越えていくんだろうけれども、じゃあどこを守りながらどこを越えていくんだろうっていうのをこう、ナビゲートしていくようなそういう時期であり、そういう今回はそういう取り組みでもあるのではないでしょうか。はい、これからどういう展開になっていくのかはね、まだお楽しみの部分もあると思うんですけれども、小野雅子さん、
今回、まあ、一旦中止となりましたが、今後に向けてどのようなお考えをお持ちでしょうか。はい、そうですね、その、まあ、舞台が、まあ目立ちがちなんですけれども、もちろん私もダンサー、ダンスアーティストとしてやっておりますので、ただボーダーライン東京のプロジェクトというのは、そういう、佐野先生に能の話を伺いに行くですとか、そういう、体験、そして、真奈さんのリードで、橋本真奈さんのリードで、その視覚障害の方々とワークショップをやる体験、そしてそれをその様子を素晴らしい映像作家さんにまとめていただいて、それをこう発信していったり、そうですね、そういう、いろんなこうイベントというか、そういうワークショップ、そういう、交流、そしていろんなアーティストさん、またカメラマンさんや、今日のようなイベントによっていろんな方々がこういろんなこう、インタラクションというんですかね、をやるっていう、そういう、全体的なことが今回 の、 ボーダーライン in 東京のプロジェクトだと思っておりますので、本当にこれは中止、一個のイベントは中止になりましたが、もうやってきましたし、今後も、やっていく、続けていく、いきたい、プロジェクトとして私自身は認識しております。はい、トークセッションの後にボーダーライン in 東京第2章のパフォーマンス収録が行われ、橋本真奈さん演出のもと、小野雅子さん、佐野昇さんによるダンスコラボレーションが実現しました。インド古典舞踊家と能楽師のコラボレーション、これは間違いなく世界で初めての組み合わせでしょう。コロナ禍の影響で本来予定していた形での公演ができなくなってしまったボーダーライン in 東京。世界中が停滞しているかのように思えるこの1年半でしたが、その中にあってもアートは、そして人々の営みは確実に前進している、そう実感できるこの1日であったように思います。多くのアーティスト、ミュージシャン、ダンサー、そして観客がそれぞれのボーダーを越えて集まり交わり合う、来たるべき完全な形でのボーダーライン in 東京の公演をどうぞお楽しみにお待ちください。